新漬けってこちらでは言ってますけれども、まあ、オリーブの漬物の方ですけれども、これについては実が大きいとか、うん、食感がいいとか、うん、あるいはあの種バラね、種が離れやすいよね。はい、そう、はい、そういったことを、目標のいくつかにしましたね。はい、オイルはやはり官能特性ですよね、うん、一つは。それからポリフェノール含量といったものを、うん、目標にして選抜してきました。なるほど。